はいみなさんこんにちはレク歴戦講師の森山ですえ今回はえ今年度合格された安藤さんの方にお越しいただきましたよろしくお願いしますはいえー、今年度令和3年度お少子化少子化試験に合格しました安藤武雄と申しますよろしくお願いしますはい安藤さん今おいくつですかはい、えー、合格時の年齢は69歳でありますはい69歳ですねはいあの あのこのですね動画を見ている方の中には60代で勉強しているという方もいるでしょうからそのあたりの話もいろいろ聞かせてくださいはいできるだけそうさせていただきますはいまず安藤さんの方はこれまで教育関係の仕事をされてたってことですねはいはい学校の先生ですかそうですねはいでその先生の仕事を退職した後にこう司法書士試験を受験しようというふうに思ったわけですがそれが何歳ぐらいの頃でしょうはい、えー、本格的には、うんえー 教師を辞めた後にですね再任をしておりましてえ、はい、64歳で本格的に勉強を開始しました、うん、あ、なるほど64歳になって勉強始めようと思った理由とかってありますはいえ、4点ほどございます、はい、まず第一に本当にお恥ずかしいんですけどもえ、うん、私自身の人生を振り返ってまあ、そのリベンジをしたいということで 私は大学は法学部を卒業したんですけども全くのダメ学生でほとんど授業も受けずにんとなく人生を過ごしておりまして30になってやっと自分のやりたいものが見つかりまして高校の教師をしようと日本史の教師になろうとそう決意しまして教員免許を通信教育で取り 独学で日本史の勉強をして教員になったんですけれどもやはりあの自分自身の20代のダメだった時の自分をですね振り返ってそのやっぱりリベンジをしないといけないと思ったのが一つで難関の試験に挑戦しようと思いましたその時からの気持ちが続いてたわけですね。 まあそれとあの教師という職業柄は子どもたちにかっこいいこと言うんですよ。うん、<laughs> もう人間の可能性は無限大だとも言い尽くました、えーえー。まあそのやっぱり人間の可能性が無限大だと言った手前ですね。私もそこに挑戦しなければいけないと思って。見本見せようってことですね。そう、ねはい、もうあの生徒は教えはもう前にいませんけども、うんうん、そういう気持ちで難関のお試験を目指そうと。えー、ただまああの最初は当初は。 えー、予備試験から司法試験というそういうルートを考えたんですけども、ええ、やはり本当に自分が退職してやりたいのはやっぱり高齢化社会を迎える中で、うん、相続や後見の問題をやりたいと、うん、そう思いまして司法、えー、書士試験がそれならばいいというふうに考えまして使用書士の仕事ですもん、ね、そうですすね最後にですね、うん えー、個別面談で、はいえー、森山先生にですね渋谷の本校でお会いして、えー、丁寧にお話しいただいて、うんえー、60代でもお受かりますよ60代でも仕事ができますというそういうまあ励ましの言葉をいただきましてその後レッグの方にこうに、まあ、来ていただいたわけですがまず私の15か月合格講座、はい、これを受けたわけですね。はいそ、はい、そうですでそれを 受ける理由とかってありました。はい。これはあの当初のきっかけが、えー、森山先生の個別面談で、まあ森山先生のお人柄とか、えーえー、まあ励ましていただいたそういったのを見て、えー、森山先生についていけば受かるだろう、はい、というふうな確信がありましたんで、はいえー、森山先生の講座を受講するようにしました。はい。実際受けてみてどうでした。非常にあのブレイクスルース。 というテキストを使って、うん、えやるんですけども分かりやすくて丁寧で、はい、非常にあの勉強になりました、うん、さらにあの森山先生は非常にあの学習の効率化というところで、はいえー、我々私たちにですね、うん、アドバイスをしていただいてえとてもあの助かりましたはいありがとうございますでえその後今度はパーフェクトローラー講座も、はい、受けたということですね、はい、こちらは根本講師ですよねそうですねきっかけは えー、森山先生の、うんえー、講座をずっとやろうと思ってそれでも受かるんじゃないかと思ったんですけども、はい、たまたまあのー、バックアップ試験というので80%オフの得点を得まして、ねえー、その時あの横浜の本校の支、うん、店長の直瀬様がです、ね「うん、せっかく受かったんなら何か高い講座を取った方がいいぞ」という,う言われまして、はいえー「パーフェクトローラーの」の パパッッククですかパック、はい、これをあの勉強させていたただきましたあじゃあ基礎講座終わってからその次は今度はちゃんと中上級講座の方に申し込んで,そ,で、ね、そっちに、はい、ついていったっうことですね。はいはいはい、で私の講義とじゃあ根本講師の講義を受けてもらったわけですけれども、はい、なんかどうですかあの違いとかってあります、えーあのー、根本先生はあの非常に、あのー、寸劇のとまでながら面白おかしくご自身でもおっしゃってますけども。えーうん 飛んで跳ねてやってる講師は私しかいませんよなんて話をされてますけれども <laughs>、えー、非常にユニュークな方で、えー、しかし非常にあの情熱を持って語られる先生でかつあの単にあの法律を知識として覚えるんじゃなくて、うん、その法律の考え方とか、はい、イメージですね、うん、こういったものを膨らまして分かりやすく話をしていただいたので、はい、非常にあの勉強になりました、はい。ありがとうございますでそれで 受験勉強を始めたわけですが、まあ受験勉強の中で心がけたことってあります？はい、えー。まあ私自身はあの64歳から本格的に始めたということで、えーはい、かなりまあ年を取ってね始めたんで、えー、非常にあのお苦労することが多かったです。えー、で実際あの合格率が4%の試験ですけども、はい、おそらく。 60代の方々の合格率は1%ぐらいじゃないかそうです、ね、と、うん、あの思いますし、うん、えまたですねやはりあの60代になると非常にあの健康の問題とか、うんえー、家族の問題介護の問題ですね、えーはい、こういった問題を抱えている方々が非常に多いと思いますので、はい、私は、えーまあ、受,け受けると決めたんなら相当腰を据えて、うん、若い方々よりも覚悟を持って、はい 効率的に勉強しないといけないというふうに、はい、あのお考えました。はい、そこであの私はあの考えた勉強法で特にあの高齢者のか指定、えー、しました六十代の方々に考えてほしいのは、えー、学習法ですね。うん、まあ持続可能なというのは今あの現代社会のキーワードですけども、勉強においても持続可能な、えー、学習環境。 持続可能な学習方法こういったものが必要になってくると思いました、はい、具体的にはどういうことでしょう、はいえー、学習環境においてはですね、うん、やはりあの心身の健康を保ちながら、うんえー、やっていくという非常にタフな試験なんでそれが大事だと思いまして、はいうん、私はもう学習をする場は、えー、公立の図書館と決めておりました、うん、それも非常にあの環境の良い,い えー、息抜きには散歩をして、えー、非常にあのいい景色ですね、はい、横浜の南図書館ってもあの栗浜図書館の公園があって、うんえー、花の国があってフェリー乗り場フェリー公園、はい、東京湾も見えて非常にあの。 癒しがでできるところです、はい、早本司館というところに通いましたけども、えーえー、森戸神社があって有事堂灯台があって富士山が望めて、はい、まあそういったところを2時間ぐらいは散歩してましたね、はいえー、そういったあのリラックスタイムを作りながら勉強していく、はい、家にこもらないで勉強していく、はい、これが心身、えー、の健康を維持するためには是非でも必要なことじゃないかと思います。はい もう一つはあの学習方法持続的な持続可能な学習方法ですね若い方のように、うん、一発合格はかなり厳しいと思います。したがって何度もやっぱり繰り返して勉強できるような、はい、そういう、まあ、学習方法、はい、私はあの DVD で、はい、あの一回忘れてもまたあの勉強できるという形で。はい えー、パーフェクトローラーも合格15月合格講座もですね、はいえー、DVD で学,、はい、学習しました、はい、それとあと学習方法にもつながるんですけれども勉強しすぎないということですね。しすぎない体のためにもやっぱり 頭の中で一日中考え込んでいいいいることとは決して思ますから、えー、最大でも日の,の勉強時間は専業でも8時間以内、はい、それから都市間休館日には私は、えー、三浦半島という非常にいいところに住んでおりましたんで一日30キロぐらいのウォーキングとか <laughs> そういったのであ<ー>あの体を鍛える日にねしてリフレッシュをしておりました。 じゃ大事なのはこの勉強に集中することだけではなくて、はい、きちんと心とか体も大事にしながら両立して勉強していくてことですね。六十代の方には特にそれが求められてると私は思います。うん、なるほど心とか体が元気でなくなってやっぱり集中力なくなったり、ね、勉強が進まなくなりますからね。はいはい、はい、ありがとうございます。でその健康的に勉強しようということの集中的にやろうってことの中で一つこの今回は。はい <laughs> チョコレート持ってきていただきましたけれどもこれも食べながら勉強されたってことですかはい、あのー、私はあのー、もう年上って言ったらちょっとあれなんですけども朝早く起きるんです、えーえー、夕方は8時に寝て、はいえー、朝は3時に起きて、はい、4時から7時まで3時間はもう勉強するとはい、はい、そういうスタイルをとっておりましたんで、うん、朝頭の回転をよくするために、えー、必ずコーヒーとチョコレートはい、はい、3時から4時の間 ゆっくり言ったりと気持ちで、はいえー、このまあ高純度のチョコレートを食べて、えー、あの勉強に入っておりました、はい、ちょっと高いんですけどねあそうなんですか、はい、それでもやっぱり合格するためにはってことでそれから今度勉強法の本ですねこれ持ってきていただきましたけど、はいはい、これも参考にして、はい そうですねあの私はあのこの森山先生の、はいえー、本は2冊1つは 1>、はいえー「勉強メソッド」ですね、はいまあ、この中にいろんなことを書かれております、はい、実はあの私には全く合わないのが多分書かれてるんですけども、はいまあ、こういった本を自分で死者選択して自分に合ったものをやっていくというのはとても大事なことと思います選択三択書かれてますから、はい、自分に合うものを選んで、はい、全ては無理ですからねこの本の39ページにあります 予備校の選択については、はいうん、もう確信を持って、えー、森山先生の方が、えー、予備校は講師で選べと、はい、まさにその,そのとおりでしたそれで来ていただいたわけですね、はい、ですありがとうございますでもう一つ暗記の力図を持ってきてくれましたね、はい、これはあの 私、手術を、実は心臓の,の手術をした、その病院の中で読ませていただいたんですけども、はいえー、非常にやはりあの、覚えにくい、うん、そういう暗記しにくいものを楽しく覚えられるということで、はいえー、一番あの記憶に残っているのは、はい、えこの本の12ページに書かれているんですけども、今はな、はい、くなった条文なんですけども、こういうのがあります、はい、工事生命近藤、はい、昔の絶対この覚え方ですね。 これはあの連帯最後の絶対項の434条以下の,、えー以下のえー、条文にある内容で、はい、今もうなくなって残念なんですけども、はいえー、これはあの本当にあのすごく秀逸な語呂合わせで谷川晃という十七世名人が将棋、ねえー、高速寄りをね年、えー、をやって <laughs>、えー、相手の棋士をもう攻めまくってる様子で。えー え近藤さんと雪詩はたりだというベストですね、弁災、総裁ですね、<laughs> えー、こういったもの、すごくわかりやすくね、はい、あの覚えやすいように書かれてるんで、非常にあの参考にさせていただきました、ありがとうございます。よく裏を見抜いていただいて、浩二って字もね、<laughs> 谷川浩二先生の浩二に合わせてますからね、やっぱり覚えにくいことも語呂合わせなんかを使って覚えていくということは重要ですかね。ありがとうございますで 今年度合格されたわけですが、はい、合格された要因とかがあれば教えていただければと思うんですがそれはズバリ私は、えー、B でも受かろう大作戦一点突破全面展開大作戦、はい、これをやりました、はい、ちょっと教えていただきた、はいんですが<の>、はい、私今年ですね受験を開始したのは2月からで、うん、今年は、えー、もう68級になったんで。はい CFP の試験と1級 FP の試験とこの使用書試験を3つトリプル合格しようというまあそういう目標を立てまして並行されてや3つ並行してやりました6月に CFP7 月に使用書試そして9月に1級 FP というこの3つをやりましたけどももう時間があまりないしあまりもう時間勉強しても飲めないぞとあとはもう えー、自分のの意識の問題、はい、つまりこれ精神面で、うん、もうビリでも受かっちゃいいんじゃないかという気持ち、はいうん、それからこれ「一点突破全面展開」ってあの三国志の孫子の併合のかっこいい言葉なんですけども、はいうん、もう何か一つ絞ってそれをやれば受かるんではないかと、まあ、そういうふうに考えました。そのの内容でですけどももも、うん、ビリでも受かろううというのは私はあの実は私実去年も えー、今年も当連の問題すごく良かったんです。うん、あの S ランクの判定いただいて、昨年は S ランクで去年は受からなかった。今年は受かったということで、はいうん、去年あたりはもうほとんど私はもう受かるんじゃないかと、それもかなりいい成績で受かるんじゃないかと。うん、だからあんまり考えないであの本番を迎えましたね。はい、まあそれがあの命取りで落ちてしまったんですけども。うん その要因が何かというので自分自身で分析しました、はい、午後の、えー、期日時、はい、これが時間不足で、えー、去年はその前も年もそうなんですけども、えー、基準点に足りなくて落ちたということで、うんはい、じゃあこの午後の、えー、期日の時間確保、うん、これが一点突破の一点です。はい、もうこれにに集中しましまた、えー、午,後午,前午後の卓越はもう1時時間間で終えて2時間、えー、期日に回そうと でそのために何をやったかというと具体的な方法としてはですねもうとにかく当連でも1時間で仕上げる、うん、そして、えー、これやりました、えー、試験の本番の1週間前、うん、月曜日から、うん、え土曜日までこれはの過去6年間の本,、はい、本試験のもん実際の問題をですね、えー、買いまして購入しまして。はい 毎日本試験と同じ時間帯でそれをやりました、うん、それもそれも必ずも強制終了で午後卓一は1時間で終わらせると、まあ、こういう形であの勉強を進みましてそれが本試験ではうまくいったようで、ん、す普段の勉強もやっぱり最後は記述中心に勉強してたわけですね。ああのー、記述が、えー、非常に苦手だったんで、うんあのー、今年はもう記述式の練習しか勉強しかしてません。 なるほどえ、択一は、あの、いろんな先生方の、わかりやすい講義で、うん理。理解して覚えるという形。覚えにくいのは、こういう,う。暗記の力だとか、はい、そういったの使いましたので。もう、卓一は。勉強しなくても、できる数字に合うという自信はありました。なるほど。あとは、答練なんかでね、はい、復習したり,なんりす。そうですね。はい、で、一点突破っていうのも、きつに、しっかり苦手科目をやっていこういうことですね。もう、はいえー、そ,う、うん、その、苦手科目というか、も、えー、うん、時間配分だけ。はい。 これだけに徹しました。はい。はい、ありがとうございます。で、そんな形で勉強されて、実際にはビリでも受かろうということではあるんですが、はいはい、成績を蓋を開けてみたら結構いい成績で、はい、はい。こんな感じで成績を出てますけどね。81位ですか？はい、全体がはい。あの今年は、うん、あの目標は？ えーえー、とにかく午前択一は得意だったもんで記事運転プラス7問、はい、で午後の記述は,、えー、は午後の択一は午後の記述の時間の関係があるんでもうミスしてもいいからということで記事運転プラス3問、ね、合計10問という目標で記述の方もあの比較的商業投機の方はかけ、えーうん、入るようになってたんで。はい 商業登記についてはしっかり得点しようとこういう目標を立てました、うん、もうなんか満点近く取ってますもんね実際には <laughs> はいはいありがとうございますでで期日の成績も59番でかなり上位の方で実際にはねやはりあの、うん、その作戦が成功したという結果から見て、はい、で結果の方はですね面白いようにあの今年は本試験と予想が当たりまして午前の卓越が、うん 上層7問で35問中34問ですかそういう形で午後の択一はミスだらけで5問ミスしてましたねただそれも想定の範囲内でそうですよね期日に時間残すためにってことですもんねそしてあの午後の期日の消灯はほぼ満点の取れたという形であのにうまくいきましたそうですねよかったですでこのように合格されて今後どのような塩処置として活動したいかということを教えていただきたいんですが 私はあのこの年で消で費、ね、試験に受かったので、うん、私の人生経験とかあるいはキャリアスキルとか、はい、それから私はあの行政書士試験とか宅研士とか、うん、CFP とか FP とかいろんな資格を取らせていただいたので、はい、まあそういう資格を生かしてですね、うんえー、高齢化社会の中で、えー、相続や えー、家族信託、えー、貢献サポート、えー、こういったあ仕事をですねしながら、えー、社会貢献をしていきたいというふうに考えております,いいす、ね、さらにあに、うん、この年でやっぱりその姿勢として、うん、やっぱり新米司法書士であるというそういう気持ちで、はいえー、本当に年の若い先輩の司法書士の先生方から「 の姿勢をですね、えー、謙虚な姿勢で受け止めて、えー、実務の勉強をですね、これから、えー、していきたいというふうに考えています。あ、その謙虚な気持ちがこの合格にもつながったんでしょうね。我々の年代になると、もう頭が固くて何か昔の、うん、取ったものを何か引き返すのはそういう姿勢だとまず受からないし、仕事もできないという,ふうに <laughs>、はい、あの思っております。はい、頭下がります。で、これからこう司法書士を目指すこの受験生の メッセージあればお願いします。はい。はい。はいえー、これもあの、うん、お二人の先生のお言葉をかけて話をさせていただきますが、はい、もう一つは、えー、きちんとした目標を持つということですね。はい、これはあの実はあの森山先生のお言葉で、えー、合格報告したら本当にあの、うん、勇気づけられる、はい、メッセージをメールで送っていただきました。はいえー、こういう内容でした。はい。 えー、安藤さんの経験を生かして、えー、これから安藤さんでしかできない仕事がきっとできます司法、えー、書士としてご確定役を期待しますというこれはやっぱり私のこれからの目標をですね、えー、見事に、えー、森山先生が指摘していただいてやはり目標をですねしっかり持たないとこれは若い受験生の方もないですけども、うん、高齢者の方もあ 失礼しましまた、えー、60代の方もやっぱりこれからどういう目標を持って市法試になるのかという目標がないとなかなか受からないと思いますねそれが一つ、はい、それからもう一つは頑張ればこの年ででも、えー、夢は実現すするという、はい、そういうううそ気持ちですね、はい、これはあのあのまたある先生の言葉を引用させていただきますけども。はい 私のお勤務していた、えー、横須賀高校という学校でございます、うん、そこの出身者であります小柴正利先生というノーベル物理学賞の先生ですね。はい、私ちょうどあのそのの周年の時に 共同、えー、をやらせていただいて、はい、その担当しておりましてお会いすることができました。講演会かなんか。はい。はい、えー、あの百周年で打ち合わせの時にあの小島先生と話す会があったんです。はい、もうその時に夢はあ努力し続ければ夢は必ず実現するという言葉をいただきまして。はいうん 非常に感動しました。私あの私たちの年代でもまた若い方もそうですけども、努力し続ければ必ず夢は実現するという、はい、そういう気持ちで取り組んでいただけたらないと私自身は思っています。はいはい、それでもう最後になりますが、はいえー、これは私自身の座右の銘です。はいえー、本当にあのいろんなあの苦しいことがありますけども。 やはり、えー、人生これから100年時代ですね、うんえー、いろんな形で、えー、人生の100年時代を迎えてのいろんなあの構想が練られています70代もニューセブンティーという形で脚光を浴びております、はい、これからやはり一生勉強一生青春というそういうお気持ちで頑張っていただきたいとそういう思いがございいいます、はい、頑張ってくださいはい、ありがとうございます。 皆さんぜひですね60代の方もこれから豪華が目指して頑張っていただければと思います本日はありがとうございましたどうもありがとうございました